ブラックとグリーンの塗り分けをしているスクエアなデザインですね、はい、実はメーカー品ではなくてオーナー様自作照明器具、この景色がすごいんですよ。海が見えるんですよ。すごい。こんにちは、奥田の菊池です。こんにちは。今日は新たに完成した塩釜のアメリカンヴィンテージスタイルの塗り壁のお家の今日はご紹介です。今日は熊さんも来ていますね。来てます。元気そうですね、熊さん。新しいお家かっこいいですね。まだ熊さんの名前が決まってないということで、はい、で今回もダブル断熱の塗り壁の家で、はい、今回ブラックとグリーンのツートン塗り分けをしているスクエアなデザインですね、はい、はい。このグリーンもすごいいいし、はい、この組み合わせることによってなんかさらにかっこいい感じというかモダンな感じというか。そうですね、はい、グリーンの上の部分はもう広いルーフバルコニーになってるので。そうなんですよね、うん、バルコニーって思えないんですけど、あそこいいバルコニーなんですね。そうなんですよね。それもいいですね今回の玄関ドアのデザイン、アイアンの格子がついた、はい、これかっこいいですね、うん、では中へ、はい、オクトチャンネル。まず玄関入ってすぐ S 字カーブを描いた玄関がまちっていうのを、これすごいですね、採用になってますね。木がこんな風に曲がるんですか木が反っちゃったんでしょうねきっとでもオーナーさんの元々の希望がこの S 字カーブの玄関がまち希望だったので、はい、すごいかっこいいですね、うん、はい、これはちょっとオーナーさんこだわりポイントの一つですね、うん、入ってすぐなのもいいですね。そうですね。こちら入ってくると、はい、R を描いたアーチがあって、はい、その奥に収納力のたっぷりあるシューズクロック、明るいしすっごい入りますね今回こう回遊できる間取りが採用になってますね。だからこちらからも上がっていけると。ここまた R の開口があって、今度こちら洗面ですね。もうここの洗面もすごいんですよ。おー、すごい。ミラーキャビネットもちょっとさりげなく、おー、すごい。お化粧するときはそっち側に行って、近くで。そうですね、やっぱちょっと遠いんですよ、洗面の鏡だと。このミラーがもっと近くで顔見ないと近づけばいいじゃないですか、でも腰痛いじゃないですかそうすごい。クッションフロアも素敵。そう、かっこいいですよね、このクッションフロア、はい、冒険した組み合わせだけど、なんかこうまとまってていいんですよ、ね、うん、これはこれで。天井もすごいんですよ、このクロス柄がすごいですね、独特。ちょっとメタリックな、メタリックな感じ で今回は照明もゴールドの照明を使っていて、水栓がこれいつも使うブラックのビョーンってホースが出てくるタイプ、はい、つなぎ目ない、うんうんうん、作りの造作のカウンターになってますね、はい、コンクリート柄で。この真ん中のタイル、ここここってしてるんですか。そうなんですよこのタイルを貼って、このタイルを貼って、このタイルを貼って、すごい、すごいんですよ、ここの組み合わせが。すごいこだわってますからね、はい、この洗面のここの扉を開けると、はい、ブラックとゴールドとこの素敵な柄の組み合わせ、組み合わせ、これはこれでなんかいい感じの雰囲気かなっていう、うん、そうですね。棚も結構奥行きあるので収納も結構できますね。ですね。それで今度こちら、はい、脱衣室、ご覧の通りブルーのレンガ、はい、そしてまあもちろんランドリーパイプがついていて、あとここにあのワークカウンターがちょっと一段つけてるような感じで、はい、いいですね。でこの下にラック置いて、こっち洗濯機置いて、はい、うんうんうん、っていうイメージなんですけど、今回のこのお風呂珍しくちょっと引き戸仕様なんですよね、はいはい、ブラックと全面アクセントパネルでまとめられてる浴槽ですね。こちらもブルーと、ブルーとブラックの床とその浴槽のエプロンっていうんですか、ああそのサイドのところですね、サイドのところという感じで、この扉のデザインも縦ストライプの扉のデザインが採用になってて、ね、結構ドアが最近見ないタイプのが多いお家だなと思いました。おお、オクトチャンネル。ホールなんですけど、はい、もちろん塗り壁、漆喰の塗り壁で仕上げていて、はい、さりげなくこうニッチの収納があったり、はい、フロアがオーク材貼っているんですけど、はい、これ斜め張りしてるんですよね。すごい。で斜め張りのオークをしてそのまま行くとリビングのヘリンボーンが来るっていう、贅沢ストリートですねしかもなんか天井も可愛かったです。天井も斜め張り素敵このヘリンボーンはでもやっぱり柄が素敵ですね、うん、ヘリンボーンはもうね雰囲気がガラッと変わるんで、はい、結構おすすめで、テレビボードアクセント、これ、はい、パレットアクセントウォールが来ましたよ、はい、
今回は大工さんが作って。今回はそうですね、社長があの DIY した動画もあるんでぜひ見てみてください。そうです、うん、これなんかいろいろ引っ掛けられるアイテムがあって、絵飾ったり、うん、棚があったりとか。そうですね、棚も追加することできるのでいいですね。意外と活用できるのと、あとはルンバのお部屋っていう、ルンバがお部屋をもらえる時代で。そうなんですね、ちゃんとコンセントも用意してキッチンのこの雰囲気も結構僕好きなんですけど、どうですか。いや、めちゃめちゃかっこいいです。外観の緑と同じトーンの緑で、うんうん、テーマカラーみたいな感じで。テーマカラーはそうですね、グリーン。この照明もすごいですね。実はメーカー品ではなくて、え、ここのオーナー様自作照明品、木材なんか余ってるのありませんか、はいはい、って言われて、はい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 、そしたらこんなかっこよく、すごい、すごくないですか。商品化できますね。ね。ご主人あの電気屋さんっていうのは聞いてたんですよ。ただここまですごいとは思いませんでしたね。だってこの模様作ってますよね。掘ってますね、これが。すごい。すごいですよ、これ。売れるな。これは、あ、もしかして、あ、あ、木村さんの目が今、円マークになってますよ。ピコピコって円マークになってますよ、みんな。着いた時に、すっごいここの雰囲気にぴったりだなと思ったんですよ。これは、ぜひあの商品化しましょう。はい、ぜひ。すごい人気になりますよ、これ。うん、これかっこいいですね。うん、この大収納力のパントリー何でも入れられちゃいますね、まあ、うん、扉だと隠すこともできるんですけど、はいはい、ここに家電置いたりとかして。そうです、ここに家電置いていろいろ収納できて、まあもちろんこちらにも収納はあるんですけど、うんうんうん、こういうふうに。でしかもこれあれですね、A、A、K のちょっと、そうそうですね、大収、この大きな、うん、パカンってパカンと開く、この食洗機がついてます。今回初めてここのカウンターにコンセントついてるなって思います。そうですね、ちょっと今活用させてもらいました、うんうん、コンセント、ここもこだわりポイントの一つで、使い勝手のいい、はい、伸びるやつ、伸びるやつ伸びるやつ伸びるやつ今回もグレーのキッチンパネルを貼ったレンジフードで、はいはい、で透明なガラスこっちは貼ってますね、はい、ここも一応パントリーなんですよ。そうですよね、こっちにもあるし、うん、こっちにもあるし、あ、もう一つこれ、これご主人自作ですね、照明器、すごい。こっちはレンガ張りのね、はい、パントリーということで。今回クラッシュゲートさんの家具入ってるんですけど、机すごいですよね。机もかっこいいですよね、アンティークゴールドみたいな、うん、いやでもこのテーブルもかっこよくて、はい、謎の扉が。そうなんですよ、はい、ここ実はお部屋になっているんですよね、はい、おーすごい。で扉を開けるとリビングとつながるようにもなってるんですよ。実はかなり開放的になりますね。これを開けるとだいぶ広いリビングって感じになりますけどね。ここの緑もいいですね。これもすごいですね。これはこれでかっこいいんですよ。主寝室ですね。そう、一応寝室っていう名目なんですけど、はい、まあいろいろ使える、まあいろいろ使い勝手があるっていう、まあリビングの一応その顔となるこの広めの吹き抜けに今回梁も通していて、はい、でオープンな階段っていう感じですね。実はこの梁、ちゃんとした梁なので、はい、実はオーナーさんここにネット張る予定になってるんですよ。あ、やっぱそうなんですか、ね、うん、このぐるーっとこの吹き抜けの周りはどこでもビスが効くようになってるので、はいはい、このチェーンがそれこそ本当にネットをつけた時にゲートになるんですよ、はい、実はここ。その、ついた時、ぜひまた教えていただきたい。そうですね、ついたら見てみたいですよね、はい。でここにあのプロジェクターで投影するようになってますからね、この壁がプロジェクターの、そっか、ネットがあれば寝転びながら見れるから、うんうん、そうなんですよ。オクトチャンネル。そして2階がちょっと爽やかな、はい、そしてちょっとナチュラルなスタイル。これって何のフロアですか。これはパイン材です。パイン材もこれクリア塗装を塗ってるので、はい、うん、普段こういう色じゃないですか。そうですね、でもクリア塗装塗るとこんな感じ。ここから急に雰囲気がちょっとナチュラルな雰囲気になって明るくなって、そして子供部屋2つあるんですよ、はい、すごい、この木目すごいですね。こっちも木目だ。これは木目調のクロスですね。これ同じですねすごい。そう、後々ここで仕切ることはできるんですけど、はい、一旦はつなげてますっていう、はい、かけっこができますね、ぐるぐるぐる。そうですね、うん、やっぱ広、最初広く使っておくのがいいんじゃないですかね。そしてこちらの奥、はい、ここがウォークインファミリークローゼット、はい、見てください。鏡
壁紙の博物館みたいなね。まるでクロスのメーカーのショールームかっていういやでもすごいな、ここは家族しか来ないっていうところだから、そういうふうにこう遊び心で、うん、うん、こういうところはもう自由に遊んでるっていう感じ。決められない時はこういうふうに全部使ってみるっていうのも、それでもいいんじゃないですか決めかねる時はなんかちょっと海外にいるみたい、ここだけすごいですね。そしてこの広いバルコニーに来ましたよ、はい、まあ、もちろん広くてすごく使い勝手のいいバルコニーでいいんですけど、はい、この景色がすごいんですよ。今日ちょっと曇ってる感じ、海が見えるんですよ。すごい、この景色を見たいっていうところでこの土地を決めてるっていうのもあったんで、うんうんうん、ここ何畳なんですか。すっごい広いですね。何畳なんでしょうね余裕でバーベキューっていうか普通にキャンプできますね、ここで。いろいろできますよね、ここ。ここから釣りできないですかね、海釣り。なんか釣れるんですか。いろいろ釣れる塩釜港ですよ社長がここ住めばよかったので毎日行っちゃいますね、うん、オクトチャンネルというところで、今回の物件もなかなかすごかったですね。はい、立地もいいし間取りも面白いし、なんか、うん、照明器具もかっこいいし。いや、これかっこいいですねこれからも完成見学会とか、はい、物件いろいろご紹介していきますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは、はい、また来週、さようなら。さようなら。